今回はグレビレアの育て方についてお話ししていきたいと思います。グレビレア、オーストラリア原産の低木で、こういうふうなトゲトゲの松みたいな感じの葉っぱに、この先っぽにこうね、ひょひょひょっとこう赤い花が咲きますが、これあの苞なんですね。花のように見えるんですが、苞と呼ばれる部分で、結構これ持ちがいいんですよ。苞が花みたいに咲いてるのって、はい、そういった植物です。ちょっと日本にはないような雰囲気を持つ植物ですね、はい。このグレビレアの育て方はですね、ポイントは、水の管理ですね。これが非常に重要なポイントになります。オーストラリア原産の植物というのは基本的には乾燥を好むんですね、はい。なんだけど、乾燥を好むと言われると、乾燥しすぎちゃって、放置しすぎちゃって、乾燥しすぎて枯れてしまうということがあるんですね。で、逆に大切に水を与えると、それはそれで、根腐れを起こして枯れてしまうので、なかなかね、水かけのパターンがつかめないまま枯らしてしまうということが多いんですけども、水かけのポイントとしては、土の表面が乾いたらたっぷりと与える、はい。で、普通の植物と同じような頻度で与えて構いません。で、気をつけなきゃならないのは、鉢の底に、皿を置いて水をためないこと、はい。で、もし鉢とかに植える場合には水はけのいい土を使うこと、それだけ気をつけていただければ、普通の植物と同じように水も肥料も与えてください、はい。乾燥を好むというからって、あんまり放置しすぎて枯らしてしまうパターンが多いので、それだったら普通にあげた方がいいです。土を工夫して水はけのいい土を使うというのがポイントです、はい。あとはですね、置き場所は日当たりに置いてください、それで、風通しのいいところを好みます、はい。そして冬はうちの中で冬越しですね。花は春、こういうふうにボボボボボボッとこう咲きます、はい。ということで、オーストラリア原産の、グレビレア、一回もまともに言えてないですね、はい。ちょっと育て方にコツがありますが、独特の花姿が見れますので、ぜひ、お庭の仲間にグレビレアを育ててみてください。以上、グレビレアの育て方でした。